野球は9人ずつの2チームで、両チームが攻撃と守備を繰り返し、点の取り合う球技です。まずは守備のポジションを紹介します。ピッチャー、キャッチャー、ファースト、セカンド、サード、ショート、レフト、センター、ライトのポジションで守ります。ちなみに守備にはいない打つ専門の DH という役割もあります。続いて点の取り方です。ピッチャーが投げた球をバッターがバットで打ち、一塁、二塁、三塁と回りホームに帰ってきたら1点が入ります。そしてカウントの見方です。上からボール、ストライク、アウト。ストライクゾーンという場所があって、ピッチャーが投げた球がそこに入ればストライク、外れるとボールになります。バッターが空振りしてもストライクになります。当たってもファールゾーンに飛んでいくとファールとなり、ストライクが1つ増えます。ストライクが2つの時のファールはカウントはそのままです。ストライク3つでアウトになります。逆にボールが4つになるとフォアボールになり、バッターは1塁に出ます。ちなみにボールがバッターに当たるとデッドボールになり、バッターはすぐに出塁できます。アウトが3つになると投手交代になります。他にもアウトになるプレーがあります。打った打球を守備がノーバウンドで取ったらアウトになります。一塁に向かって走っているとき、ボールを先にファーストが打てるとアウトになります。ランナーが塁から離れているときにボールでタッチされてもアウトになります。ちなみに一塁は走り抜けてもボールより先にいるよう踏めばセーフです。アウトにならないように巧みな技で慎重に塁を進めて得点を狙います。フェンスを越えればホームラン、走者が全員ホームに帰って大得点のチャンス。1試合は投手交代を1回とし9回まで、9回の時点で同点だと最大12回まで延長があります。基本ルールは分かりましたね。それでは試合を楽しんでください。